部代表の水野です。今回はこちらのシニオンアレンジですね、お団子アレンジを解説します。よくご質問で一番簡単にシニオンやお団子にする方法を教えてくださいっていう質問が多いんですけど、僕が知ってる中でこれが一番簡単にシニオンになりますですね。横がこんな感じで後ろがこういった感じになりますね。ピンこそ何本かシニオンを止めるときに使うんですけど、基本的にこのシニオンが止まればいいので、いろんな方向から何本使ってもピンは大丈夫です。ですので、ある程度のピンを止めるテクニックさえあればこのシニオンできますので、ぜひチャレンジしてみてください。まず遅れ毛を残してこのような感じでブラッシングをしながら低めにゴムで止めます。でこの時に結構シニオンにするのできつめですね、ゴムを20か30にしてきつめに止めてください。きつめに止めます。で表面の紙ですね、表面の紙をこんな感じで毛束を引き出してルーズ感を出しておきます。で間隔を空けてほぐすとツヤが出て立体感も出ます。でほぐす毛束は徐々に細くするイメージですね、力を抜きながら細くするイメージにするとシルエットが大きくならずにツヤがあっていい感じになります。それでは毛先を三つ編みしていきます。このような感じで少し固めにきつめに三つ編みするのが可愛くなるポイントです。でこのような感じで途中まで三つ編みしましたら、ここでルーズにほぐしておきます。三つ編みは基本的に編み込み、この編み目が硬くなるので、途中でこのような感じでほぐしておいた方が、最後まで編み込んでからほぐすと硬くてほぐしが難しいので、途中でこのような感じでほぐしておきます。三つ編みして、で途中までまた編みましたら、このような感じでルーズ感を出すようにほぐします。でこれを丸めてシニオンにしますので、結構こうこんな感じでざっくり大きめにほぐしておいても可愛いです。で三つ編みが完成しましたら、このように毛先をゴムで留めます。でこれを丸めてシニオンにするんですけど、この時にこのゴムの根元のところですね、これにぴったしフィットして丸めないと、ここが浮いてきてピンも止まりづらいので、このような感じで根元を持ちながら丸めて、このような感じですね。これでピンでいろんな方向から留めていきます。それではピンで留めていきます。この根元と三つ編みのところを通す感じで少し大きめに開いて、頭皮にこのピンが通るのを確認しながら、しっかりいろんな方向からピンを刺します。横、上ですね。で、この逆側も2本ぐらい。逆側からもこのような感じで2本ぐらい刺していきます。それでは最終的なバランスを見ながらほぐしていきます。で、こういった段が入ってると毛先がどうしても出てくるんですけど、これも後からアイロンとかで巻いたりとか、まあ、このままでもルーズな感じで可愛くて、あまり全部まとまりすぎていても、ルーズ感が出ませんので、ある程度はほぐした時の毛先はもう無視していただいて大丈夫です。感じですね。で、まあ、ほぐしのポイント的には、徐々に毛束を細くするんですけど、この360度ほぐすってことですね。こっちら辺だけほぐしたりとかせずに、全体的な綺麗なシルエットにするのをイメージしてください。で、最後に写真とか撮っておいて、後から上手い方のと比べてみると、自分の足りないところとかも気づけるので、写真撮れる方は、写真とか撮って残しておくと勉強になります。遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛はこういった感じで何箇所かに分けて巻き込む時間も短くすると緩巻きになります。で基本的にフォワード巻きは可愛いとかナチュラルっていうイメージですね。今回したのはフォワード巻きです。でリバース巻きは大人っぽいとかゴージャスとかそういったイメージになりますので、服装とか TPO に合わせて選んでください。では仕上げにこのようなバレットですねをつけます。でもしこのお団子のところにシニオンのところに隙間がある方とかは、できてしまった方とかも、このような感じでヘアアクセをつけると隙間隠してあったりとか
そういった感じで使いますので、こういったバレッタとかを持っておくと重宝すると思います。はい、完成しました。で、大きなポイントですね。重要なポイントは3つあります。まず1つ目が必ず最初にブラッシングですね。して、このつむじの少し上を起点にして、ボリュームを出しやすくするってことですね。これが分け目がパカって分かれてしまった状態ですると、後頭部にボリュームが出なくてバランスが悪くなります。で、2つ目が最初のゴム留めは必ずきつめにすることですね。シニオンの土台となるところですので、緩いと、ここら辺がだんだん、ボサボサになってきますので、緩くなってきますので、必ずきつめにする。三つ目のポイントが、シニオンになる三つ編みですね。三つ編みは必ず、きつめに編んで、ルーズにほぐしてから丸めるってことですね。全部三つ編みしてからほぐしてしまうと、どうしても硬くなってほぐしにくいです。ですので、しっかり、きつめに編んで、ルーズにほぐして丸めるってことですね。今回以上になります。このような感じでヘアアレンジをもっともっと好きになってもらえる投稿をこれからもしていきますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。